グスタフの助は、ドイツの政治家。所属政党はドイツ社会民主党。バイマル共和制裁初期に国防省を務め、スパルタクス団などによる左派の暴動をウハギ遊軍を使って武力鎮圧した。ブランデンブルクアンデアハーフェルに生まれる。学校卒業後、職人修行を経て、工場労働者となる。修行中から、労働運動に身を投じる。 1884年にスピード入党。1891年に結婚し3次を設ける。社会主義者鎮圧法が解除された後の1892年に地元スピード代表に選出される。1893年から新聞編集員に転じる。1902年からケムニッツのスピード系新聞、人民の声編集員。 臨時政府閣僚1906年、帝国議会議員に初当選。スピード議員団の植民地政策スポークスマンを務める。第一次世界大戦末期の1918年11月に、キールで水兵の反乱が起きると、最小マクシミリアン・フォンバーデンは、自体鎮静のための助を現地に派遣するが、現地では逆に労働者。 兵士レーテの代表に選ばれ革命側に転じた。スピード主導の臨時政府からバイマル共和制の最初期にかけて国防省を務めることになる。翌1919 19年1月にスパルタクス団の暴動が発生すると、復員した兵士などで結成されたウハギ遊軍を利用して、これを武力鎮圧した。3月にも、 ベルリンで発生したスパルタクスダン残党の暴動を武力鎮圧し、さらにミュンヘンやブレーメンで樹立されたサハのバイエルに例て共和国政府を倒した。このため共産主義者はの助を地に植えた犬と呼ぶ一方、の助は共産主義者暴動を革命の早なと別称した。サハ暴動を鎮圧する一方、それにより狩りができ、またそもそも反共主義で、 親近感のあった義勇軍や軍部に対しては抑制ができなくなり及び腰だった。フリードリー・ヒエーベルト大統領との協議により1920年2月に義勇軍のエアハルト海兵旅団に解散を命じるとその反動で3月に右派軍人によるカップ一揆が発生した。反革命を優遇してこの騒動を誘引した責任を問われ国防省辞任に追い込まれた。 グスタフの助とビルヘルム・グレーナー辞任後は、ハノー・ファー県知事に左遷され、またスピード内からも支持を失った。例えば1928年には、スピード・ポメルン・シブアの助を総選挙で、スピード公認候補にしないよう党首に要求する、決議を全会一致で採択している。一方、フランツ・フォン・パーペン首相による、プロイセン州政府からのスピード排除クーデターの際、 のすけは更迭されなかった。ナチ党の権力掌握後の1933年2月、のすけは、プロイセン州首相となったヘルマン・ゲーリングと会談し、のすけが定年を迎える10月まで知事職を、まっとうさせることを保障された。しかし、ゲーリングは、約束を守らず、5月にのすけは、引退に追い込まれた。1944年の7月20日事件発生後に、 逮捕され、フィルステンベルク強制収容所、ついでラーフェンスブリュック強制収容所に入れられた。7ヶ月後、ベルリンの刑務所に移され、第二次世界大戦の終戦とともに解放された。戦後正解への復帰を模索するが、スピードの新指導者、クルトシューマッハーは、のすけの共産主義暴動を鎮圧の功績は、認めながらも、スピードからの正解復帰は、 明確に認めなかった。死の直前の1946年に回顧録を執筆したが、その一説で、ドイツにおける労働運動が、東方ユダヤ人の影響下にあったと述べている。のすけ自身は、自分は反ユダヤ主義者ではないと主張していた。間もなく、ハノーファーで死去した。ありがとうございます。